藤渡がとうとう構想外に、リバプール側は混沌放出も視野。プレミアリーグの名門リバプールが冬の移籍市場で MF の補強に乗り出すことになった。スペインメディアフィッチャジェスネットは、リバプールはアルネスロット監督のもと、中盤の強化という明確な目標を掲げて来年1月の移籍市場に向けた動きを計画していると報じた。また別の海外メディアも、日本人が苦戦を続けるのであれば1月にアップグレードの契約をするのが正しい決断となると伝えている。リバプールは同リーグのクリスタルパレスに所属する MF アダム・ボートもリストアップしている中、遠藤の去就がきな臭くなっているのは間違いないようだ。あからさまに干されているならば、冬にでもチームを離れた方がいいと思う。PSM の最後の試合は遠藤かなり良かったので、それを見た上で起用してもらえないならちょっと別の次元に課題がありそうなので。遠藤の年齢などを考えると出場できないのはもったいない。オファーがあるなら出場機会を求めて移籍するのもありかと。去年の功労者だった選手なのに扱いがつらめなのは否めない。スロット監督の構想には合ってないんだろうな。冬に補強したらベンチに入ることすらできなくなる可能性もある。スロットが全く使う気がないのなら移籍も考えた方がいい。年齢的にも次の選択肢は重要になるしね。冬に補強するなら絶対に出るべき。ベンチにも入れないならマジで残る意味はない。リバプール遠藤渡るは冬までかな。スロットと合わないだけで遠藤自体は優れた選手。ただ年齢も重視する海外のトップクラブでは良い契約を望めない可能性があるから、移籍するのであれば次のチームは慎重に探す必要性があるね。リバプールにこだわる必要ないし、シュツットガルトとかに戻るのもありよ。とにかく試合感だけは失わないでほしい。